Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie. 皆さんこんにちは。Stéphanie ですが、今日も南仏からライブ配信します。はい、皆さんいつもご覧いただきありがとうございます。こんにちは。今日は予定通りマントンに来てます。なんか曇り空ですが、すごくね、眩しくて日差しが強くて、私はいつも目が弱いので、景色の方を見せるようになったらもうサングラスしますよ。ちょっと、もう補足しててごめんなさいね。で、今日もね、まあ割と青空が見えてまして、気温が25度ですね。だんだん涼しくなってきまして、朝晩が今20度以下になって、で、昼間25、6度くらいですか。本当に過ごしやすいんですね。で、いつも9月が一番、気温が気持ちよくて、まだまだ夏らしいですが、そんなに暑くないので、過ごしやすくて、観光にすごく人気です、9月は。はい、皆さん、フランス大好きな日本人です。よかったです。皆さん、いつも、今回でね、55、6回ぐらい目になってるんですね。毎週毎週ライブ配信して、6月末に始まって、ニースが初回だったんですね。で、ずっとね、もう来年まで続く予定なので、いろんなところご紹介しますので、よかったら付き合ってください。はい、皆さんありがとうございます。こんにちは。過ごしやすいです。はい、9月が、10月も含めてね、突然いつもね、10月末になったらもう寒くなりますが、この9月10月が過ごしやすいです。で、今週はね、いろんな方からメッセージいただいたりとかしてたんですが、たまたまね、20年前に日本でね、泊まらせてくれた、静岡の方にね、泊まらせてくれた方がなんかメッセージ送ってくれて、少しね、前からフォローしてたんですが、もうステファニーだと気づきまして、久しぶり、20年ぶりぐらいの、つながってるってことになりまして、すごく嬉しかったんです。あと、皆さんからね、ライブ配信のおかげで元気になりましたとか、毎週が楽しみっていうメッセージいただきまして、本当にね、私までもう元気になりまして、もうこれからも頑張る気が、もう、いっぱい出てきました。皆さんありがとうございます。で、今日の予定としては、マントンだから少し広めで、40分は必ずかかりまして、もう50分、もしかしたら1時間ぐらいなるかもしれませんが、とりあえずは海岸線少し歩きまして、そしてメインストリート、旧市街のね、一番お店が集まっているところ、ゆっくりと歩きながらおしゃべり、ご紹介して、そして一番フォトジェニックなね、路地、一緒に歩きましたら、できればね、教会、サンピエール、じゃなくて、ここはサンミシェル、サンミシェル、っていう教会がとても綺麗で、電波が OK なら、今日もね、ポケット Wi-Fi 持ってきてるから、je croise les doigts、 うまくいけるようにね、願いますが、で、その教会の中に入ったら海の方に出るようになりまして、で、ちょっと離れたところから綺麗なね、マントンの景色、フィエロの表面みたいな景色をご紹介できればなと思いますので、よかったら付き合ってください。もうマント本当におすすめなんですね。で、位置的に言えば、コートラジュールの中心にニースがあって、マントンがね、一番東側にありまして、実はね、このマントンからイタリアが見えるぐらい、街を出れば2キロ先にイタリアになってるので、本当にフランスの端っこになってるんですね。ですから、イタリアの文化が非常にね、混ざってるようなところで、面白いです。で、皆さん足の心配してくれましてありがとうございます。まだまだね、ちょっと坂道とかは大変です。で、市役所って質問ね、ありましたが、皆さん国道のね、結婚の間が見たいってことですが、確かにね、中では撮影はできないでしょうから、場所だけちょっとわかりにくいのでご紹介して、いろいろね、遠回りしながら、はい、ご説明します。モナコでも、ね、中でやりたいんですが、まあ、ポケット Wi-Fi があるからこれから多分大丈夫ですが、前回全然ダメだったんです。電波がダメでした。もう一回ね、次回挑戦してみますので、よかったらまた見てください。はい。皆さん今日はね、マントンに行きたくなると思いますので、はい。付き合ってくださいね。じゃあカメラを、景色の方に向かって、いつもやり方がわからなくなっちゃう。ごめんなさい。これです。はい。よろしくお願いします。で、マスクもしてね、おしゃべりしますが、マスクはね、先週と同じように日本から送ってくれたマスクなんですが、こちらからマントの旧市街が見えますので、わかりやすいんですね。正面が、後で一緒に行く、サンミシェルっていう教会で、
あと手前にね、大きいバスが止めてるところになります。このモダンな建物、これが国東美術館ですね。で2年前に、洪水があって、あれからもずっとクローズになってるんですね、改装をしてて。あの辺にホテルがよくありますね。マントンにね、ホテルがあんまりないんですが、あの辺に名前は何でしたっけな、ヴァカンスブルーとか、三つ星、四つ星ぐらいで、で、もう一つ結婚式を挙げる方は、ちょっとイタリアに近い方によくお泊まりになりますね。Bonjour, Noriko. Merci beaucoup. で、少しね、ビーチに人がいるんですが、みんな水着姿で泳いだりします。で、ニースと同じように、こちらも玉砂利になりますね。砂じゃないんです。あ、旧市街はすぐですよ、本当に。あの、道路渡って、旧市街に入ったらもう、あの、道路渡ったら旧市街になりますので、すぐです。もしよしよろしい。なんか波の音が素敵。そうそうそう。玉砂利いいですね、音が。シャラ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 。で、やはり夏休みが終わって人が少なくなりましたね。泳いでる人がいます。もうみんな地元の人ですよね。そうそう、まだ10月末まで泳げます。私は寒がりなんですが、6月よりも今頃の方が泳ぎやすいんですね。水温が高くて。気温と変わらないぐらいですかね。今23度ぐらいですかね、水温の方が。キョウチクトウが咲いたり、なんかいつもマントンの海が綺麗だなと思います。で、ちょっとね、離れたところからスタートしようと思ったのが、もうマスクなしでお話ししようと思ったんですね。今日は25度でした、先ほど車を止めた時。マントンにもヤシの木がありますね。で、今2時ですよね、フランスは。ですからまだ高校生とか大学生はちょっと休憩中で、みんなもピクニックね、お食事してたんですが、午後になったらちょっと静かになります。午前中はマルシェが開かれますが、1時ぐらいまでなんですね。もう2時はマルシェが終わっちゃって、ちょうどいい気温ですね。はい、9月は本当に過ごしやすいです。まだ泳げるし、お天気がいいし、ただね、もう日照がだんだん短くなっちゃって、もう今はね、9時になると真っ暗です。それはちょっと寂しいんですね。遅くまでね、あの日が、あった方が、夏らしくてもすごく雰囲気がいいんですけど、日照が短くなったらもう冬が来ちゃったっていう感じで、ちょっと寂しいですね。はい、じゃあここで渡って、で、こちら、目の前がね、国東美術館ですが、ここに洪水があって、ここにね、海が入ったんですよ、2年前の10月。もう3年前になるかな。で、下の方に在庫があって、もう全部ね、濡れてしまって、それでずっと工事中っていうか、改装中なんですよ。で、もう一箇所ね、ここからちょっと離れて見えない、国東美術館、要塞の方に国東美術館がありますが、あれも改装中で見れないんですよ。まあ観光客がいないからしょうがないってことですが、モダンですね、とっても、はい。で、こちらにとってもね、綺麗なモザイクがありますが、玉砂利を使って、黒糖の作品ではないけど黒糖風なモザイク、なんか歩くと面白いんですね。足裏マッサージになってるような。要塞の方も綺麗ですね。要塞の方は国東自身がね、作品を展示したらしいので、国東の雰囲気が結構残ってるような気がします。こちらの方がすごくモダンで、まあ、建物も面白いんですよね、建築に興味があれば。で、こちらからマルシェになりますが、まあ、中に入っても今やってないんですね、マルシェ。
で中だけでなく外の方でもやってますが、終わったから水でねやっぱりお掃除しました。ニースのマルシェもそうだし、あとニースの路地も朝水で掃除するんですね。だから綺麗になりまして、でちょっとだけマルシェに入りますが、ちゃんとねマスクとかコロナ対策の案内がありまして、手書きが可愛いんですけど、5月11日からあ、ボンジョーマスクが義務化されて、でみんなもお休みになってるんですね。あ、ちょっとだけまだやってます。飲み屋さん、チーズ屋さんはもうお休みで、で一つお問い合わせが来たのがパン屋さんですが、ジャン・リュック・ブレ、あそこの奥なんですね。あ、工事やってる、メッシ。ジャン・リュック・プレーっていうパン屋さんはどこですかっていう話は来ましたので、ここです。あ、人が少ないっていうのがもうマルシェが終わりましたからなんですね。マルシェやってればもっともっとね人が多いんですが、じゃあマルシェから出て旧市街を歩きます。こちらに駐車場があって、そうそう、国土美術館がね休みだったのが洪水のせいだと思います。ご案内ね、ご案内しちゃいますよ、もう仕事だから。公認ガイドではないんですが、ね、黙って歩いたらあんまり面白くないし、何の話をするかって言ったらもうやっぱり案内になっちゃうんですね結局。そんなにね歴史とかは詳しくないんですが、ニースで生まれたし、このマントには昔から来てるのでいろんな話ができます。でここから旧市街ですね、いろんなお店がありますが可愛らしくて、建物の色が、そうそう、マントンはねやっぱり黄色、オレンジ、ピンクが多いです。でこのようにねテラスでお食事をする人が多くて、ここはなんか可愛らしいお店ですね。カゴが多くて、これはもうマルシェに行くようなカゴ。ここの中には大好きですよね、そうそう、清子さん。あとはまあマルシェでもいいんだけど、ビーチに行くにもよく使います。あ、こういうちっちゃいのがすごい持ちやすい、丸いカゴ、おしゃれだね。お店の中に入ったら電波が怖いのでお買い物したいですね本当に。で噴水で全然水が飲めますね。ここにオーポータブルっていう飲める水って書いてありまして、またすごくね可愛らしいのが、ここのマークはレモンがついてます。あ、ここでお食事されたんですか。私もねよくここで、子供たちも主人とねピザをよく食べます。ここは結構美味しいですね。これから、旧市街のメインストリート、ここに一番お店が集まってるところになります。お土産屋さんもあれば、もうアイスクリーム屋さんとか、さすがマントン、そうそう。あ、そうですね、マントンといえばレモン祭りが有名で、毎年ニースのカーニバルと同時に2月末から3月の間に開催されますね。でレモンとオレンジで大きいオブジェを作って、まあ、展示したりパレードしたり。で面白いのが、使うレモンとかオレンジは地元のじゃなくて、スペインから安いのを輸入するんですよ。スペインはねもう農薬いっぱい使っちゃってすごく安くできるのでこちらのものを使わないで、逆にシェフが貴重に使うんですね。だからマントンのレモン祭りのレモンはスペイン産でございます。旧市街で一番代表的なお店はここかな。
オペイ・ル・シトンっていうお店で、レモンの国っていう名前なんですね。だからお土産でレモンが有名で、マントン産のレモンっていうのが非常に酸っぱくなくて美味しいんですね。よかった、もう勉強になってれば。で、夏はここでレモネードを作ったり、あとこのかき氷みたいな感じでレモンとかオレンジのものも出してますね。あ、そうそう、レモンのアイスクリームよくあります。こんにちは。じゃあ Wi-Fi がつながってる限りご案内してみますが、あとここの名物はレモンチェロですね。レモンから作られたリキュール、甘いですが結構酔いますね。あとジャムですよね、マントンのレモンって言えば、ジャム、マントンのレモンを使ったレモンジャムで、こういう小さいサイズもありまして、あ、つながってるらしい、よかったよかった。あと今すごくいい香りがしているのが、作ってるからなんですね。ここでビスケットを作ったりとか、あとこのようにね、タルト、小さなタルトもありまして、でもあのビールとか、ここはもうとても有名なお店なんですね。まあレモンがなってるところでよくレモンチェロを作って、イタリアンに行くともう大体食後にもらいますね、いっぱいおまけで。これでね、食事にワイン飲んでれば最後にレモンチェロって飲んじゃったら結構大変で酔ったりしますね。で最近ね、ドライフラワーが非常に流行ってて、まあ、こういう帽子も可愛いし、いやー可愛いね、ドライフラワー最近すごく流行ってるんですよ。お問い合わせも来ましたしね、送ってくれますかっていうのが、ただね送れないらしいんですよ、あの虫が入ってる可能性があるので。いやーかわいいね、こういうちっちゃなブーケ。でも結構いい値段しますね、これで2000円、10ユーロ、高いね。いやーかわいいですね。あとここはすごくね、レモンのあの石鹸の香りがしてて、あ、ラベンダーもあります。この辺でラベンダーが取れないんですけどね。ですからレモンって言えばもうこういうレモンの石鹸が非常に多くて、レモンのオールトワレとか、もう何でもレモンですよね、マントン。ドライフラワー高いですよ、こんなね小さなブーケで19ユーロ、でこの大きいのがこれが29ユーロ、高い高い。まあフランス人としては高いんですね。なるほど、日本でも高いんだ。ラベンダーぐらいは安いんですけどね、あの一束5ユーロぐらいですけど。でお土産屋さんでよく買えるもの、まあ皆さんご存知でしょうけど、こういう匂い袋、ラベンダーのサシェいっぱいありますね、つながってたりとか。結構安いですね、これ4個400円ぐらい。イラストにしたい、ぜひしてくださいね、こういう石鹸の盛り合わせとか、レモンの形の石鹸もいろいろありまして。あと前回、コティニャックでもご紹介したプレート、ここにもありますね、やっぱりこのマントンっていう看板、これ木製だから結構重いですよ。日本のレモン石鹸とは違うんですか、サシェ、うん、人気ですよね、皆さんお好きで。まあ、ラビエベールとかね、結構素敵で、はい、石鹸買いました。オードトワレもね、石鹸はね安くていいんだけど、送ると結構高くなりますし、なんか石鹸のせいで追加料金払ったりしますね、結構皆さん。あ、こういう陶器は結構ありますね、小皿みたいな。あとセミの形もよくありますね。
あ、清子さん行かれたんですね、このお店。あ、グレコさん亡くなりました。はい、あの93歳だったかな。あとタオルとか。あ、ここはね、外に出してるから便利ですよね。あの電波の心配がなくて。あ、ワンちゃんのプレートがいました。ありました。なるほど。あとね、アイスクリーム屋さんに行くと、リモンチェロがあるし、レモンはもちろんありまして、ラベンダー、なるほどね。何が面白いかな。あ、レモンタルトっていう味、面白いですね。もうアイスは売れなくなりますね、寒くなると。じゃあもうちょっと進みます。旧市街を歩きまして、市役所、市役所までね。でレストランはもう2時半近くだからそろそろ終わりなんですが、これからカフェが人気になりますね。ちょっとみんな休憩したりコーヒー飲んだり。でマントンでもやっぱりマスクしないといけなくなりましたね。でこちらに素敵なメリーゴーランドがありますが、すごくフランスらしいですね。もう今日子供たちはみんな学校に行ってるから回ってないです。じゃあ市役所に行く途中、あのジャム屋さんご紹介しましょうね。早く来たね、早く来てほしいんですよ本当に。もうこれから冬になるとね、だん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 人がいなくなっちゃって静かになりますね。こちらはまあ旧市街というよりも商店街っていう感じで、結構モダンなお店が多いんですね。ここにロクシタンがあったり、ピンクの壁、そうそう、あの南仏の街はね、みんななんとなく似てるんですけど、結局街それぞれには雰囲気が違いますね。でマントは本当にピンク、オレンジ、黄色が多くて、まあ、イタリアだったんですね、1868年まで。簡単に言えば、あと騙し絵も多いですね、あのトリックアート、このね雨戸は絵になってますね、本物じゃなくて。これがね主人のいとこが描いたらしいですが、すごく技術で、お父さんと習ってて一緒に働いてるんですが。あ、そうそう、マントンからヴァンティミリア行きますね。あの私もよくマントンにお客さん連れてくるのが3カ国巡りっていうツアーで、1日に3カ国を回るっていうのが特徴で、お兄さんからすぐ近い、はい、すぐ近くなんです。バー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 、信子さん、あのお店に行かれたんですね。結構にぎわって、まあ、みんな地元の人ですけどね。で私はこのお店が結構好きですけど、あのパリとかね、マルセイユ、いろんなところにあってチェーン店になりますが、お菓子屋さんですね。あのクッキーサブレみたいのを売ってて、でマントンはもちろんあのレモン風味のクッキーがあります。来年は行けるかな、本当に思いますね。あ、ぜひ案内させてくださいね、来れるようになったら。ぜひぜひ。あ、もうバーゲン始まってるんですね、やっぱり在庫がたくさんありそう でジャム屋さんはこちら、南仏らしいです本当に。間違いなく南仏に来てるって感じですね、こういう路地が。で今頃のジャムはレモン、スイカ、ミント、オレンジ、サクランボ、パイナップル、ピーマン、すごいね。あとマスタード、面白い。ただ写真あまり撮れないから、撮影動画大丈夫かな、ちょっと聞いてみます。
あれはね、全部ジャムになってますね。いろんなサイズがあって、これが一番ちっちゃい、230g。まあ瓶物だから重くなりますね、はい。でここの特徴は、作ってるんですね。本当に工場になってて直接販売してるっていうのが特徴になります。種類がすごいですね。もう想像できないぐらい。スイカジャムどんな味ですかね。私はね、正直あんまりジャムは好きじゃないので、あんまり買わないんですけどね。でここを出ればもう目の前に旧市街がありますから、あ、ごめんなさい、市役所がありますから便利なんですね。これで結構覚えやすいんですが、ジャム屋さんの前を通ったら市役所に到着する感じで、ここはもう用がなければ観光客が来ないんですね、市役所まで。ジャム大好き。ここは本当に特別なんです。コンフィチュール・エルブランっていうお店で、いろんなサイズがあるし、いろんな種類があって、でいろんな組み合わせもあるのが面白いんですよね。ただ撮影したら怒られそうなのですいません、一瞬で終わっちゃいました。あ、ライブ初めてご参加ありがとうございます。全部ね、アーカイブで残ってますので、最初にちょっと失敗したのがありますけど、よかったらもういろいろ残してますからご覧になってください。でこちらは市役所の結婚の間になりますが、ここにね、サール・デ・マリアージュって書いてありまして、結婚の間っていう意味なんですね。でここにシャン・コクトがね、もう全部の壁に絵を描きまして、絨毯がヒョウ柄になってて、ここで特別に日本人が結婚式挙げられるらしいんですね。あ、そうそう、結婚式やったりとかね、してるとなかなか入れないので、どうしても見たいと思ったら、まあ、事前に電話して予約した方がいいと思います。それでもなんかね、テープで説明を流してるようにしてるから、別の人が入ってたら終わるの待たないといけないし、なんか人によってはできなかったりとか、ちょっと複雑なので失敗もあるんですね。だからどうしても見たいと思ったら、もう2回でも来れるようにしておかないと、がっかりするかもしれません。ああ、ここでウェディングっていうのもすごいんですね。日本人がもう思い出になります。でここが市役所になりますね。ですからフランス人は、まあ、キリスト教だったら最初に市役所でね、席を入れて、もうちゃんとセレモニーやって、でキリスト教だったらその後教会に行ってもう一回式やります。はい、ですから旧市街より一本後ろに入ったような感じですね、市役所が。それでちょっと進みまして、サンミシェル教会目指します。北東の絵ね、ホームページ、インターネットで調べれば見れますが、ちょっと撮影はできませんし、まあ、動画撮りますとかライブやりますって言ったらもう絶対に断られますので、すいません、ちょっと今回お連れできないんですね。市長さんが、承認する、市長さん、結婚式の話ですか。結婚式はね、なんか会社がやってるらしいんですね。ニースに、日本人向けの会社がその権利を持ってるらしいんですね。だから問い合わせしてできるかどうかっていうことで、予約してお金払って、無料ではないような気がする。どうでしょうね。もう一箇所ね、日本人が結婚式挙げられるのが、前回やったヴィルフランシュのサンピエル礼拝堂、あそこでもお金払ったらできます。そうそう、佐藤さんありがとうございます。そうそう、ネットに黒糖の絵が出てます。マントンって黒糖で調べれば絶対出てきますね。私はね、そのヒョウ柄と赤い椅子がすごく印象に残ってて面白いと思います。まだ半袖、はい、私も半袖、まあ、ズボン履いてますが、あ、全然寒くないんですね。25度だから無料じゃないですね。はい、確かに25度だから、まあ、朝晩がちょっと冷えて昼間は暑くなったりしますので、ちょっと迷いますね、洋服なかなか。あ、こんにちは。
これで旧市街に戻る道になりますが、ちょっと裏道から入って、なんかね、もしかしたらブロカントやってるから覗いてみようかな。ちょっと行ってみます。あ、実際見に来てくださいね、本当に。マントンはね、すごくおすすめで、特にね、写真が好きだったりとかね、可愛らしい路地が好きだったりしたら、マントンはすごくフォトジェニックで、女性には特に気に入るんですね。ありがとうございます。ここにね、面白いブロカントがあるんですが、アンティークもあるし、まあ、いろんなガラクタがある。あ、お休み。残念。また次回でも。3時半からなんだ。ああ。じゃあまた次回ですね、ブロカントは。別のアカウントで。物価も安いですかね、マントン。まあ確かにね、家賃はニースよりは安いです。友達がね、ちょっとニースは無理だったからマントンにしたって言ってた覚えがありますので。まあ離れてるんですね、少し。でここは何でもない裏道ですが、すぐに旧市街に入れるから残念。また次回ブロカント巡りやりましょうね、別のアカウントで。マントンのね、旧市街はほとんど車が通れないんです。ここだけ、ここはね、旧市街の周り外になってるから通れるんですが、旧市街の中はもう階段があったり狭かったりして、基本的に旧市街を車で入れないんですね。入れてももう怖いぐらい、もう本当に擦っちゃうような狭い路地なんです。滞在するのにもおすすめ、まあ目的によりますが、マントンはね、一番端っこになっているので、何にもしなくてぼーっとしたいと思ったらいいかもしれませんが、毎日レンタカーでもツアーでも観光したいと思ったら、結局全部戻らないといけないんですね。モナコは一番近くて、ニースまではもう40分ぐらい、カンヌまで1時間以上だから、マントに滞在、全部でマントに滞在するとちょっと不便かもしれません、正直言って。滞在するのにニースが一番おすすめで、なぜかっていうのも便利だからなんですね。本当にコートラジルの中心だから、どこに行こうと思ってももう近いっていうか、遠くないっていうか、一番中心だから便利で、電車もあるしバスもあるし困らないんです。これから少し坂になりますが、ここが一番可愛い路地なんです、私から見て。マントンの中でもう、マントンからイタリアまではすぐです、2キロしか離れてないので、もうちょっとね、ピザ食べに行こうと思ったらランチに行ってくるぐらいですね。あ、一泊二日ぐらいだったらちょうどいいと思います。エズムラも同じですね、坂道頑張ります、ゆっくりとね、喋りながら。でもここはこのようにね、レンガになるから怖くないです。転がないし、今日もね、スニーカーだから気をつけながら。ここは可愛い路地なんですね。まあ、ちょっと日差しは今日足りませんが、あ、工事してます。ごめんなさい。レモン色の街、そうそう。プロヴァンス回るなら、エクサンプロヴァンスが一番便利でしょうね。近くて、中心で。すいません、うるさくて。本出してほしい。出したいですね、実は。本は。それはもう、有名っていうかね、目的っていうか。出したいです。あ、夜も良さそうですね、マントンは。泊まる人があまりいないので、静かでいい感じ。去年の夏、この坂道上がるって暑いでしょうね、この坂。
まあ、日陰が多いんですけど結構大変で、はい、一番綺麗な時間が午前中ですかね。海まで見えて、はい、頑張りました。坂道初参加ありがとうございますね。えここ何度もブラブラするとすごくうるさくてもライブっぽくてありがとうございます。そうそう、レンガの道ですね。でこれは雨が降っても滑らないから怖くないんですよ、エズ村より。 X の街も好き。皆さんご存知ですかね、あの明日からマルセイとエクサンプロヴァンスのレストランがコロナの影響でお休み2週間閉まるんですよ。何ですかね、食、わからない、読めないんです、ごめんなさい、漢字が。よかったらひらがなで送ってください本出たら本出したいです、本当にありがとうございました。じゃあ休憩したから、でこのまんまで上がるともうサンミシェル教会に到着しますね。バジリック、バジリックだからエグリーズって教会よりも大きいサイズですねここは本当にね、あの奥までずっとね登ったら墓地に到着して、墓地が展望台になります。でもなかなか終わらない感じなんですね。この私はねこのブルーのファサードはすごく気に入っちゃって、色がねかなり落ちてるんですけど、なんかブルーの雨戸、緑っぽい雨戸とこのブルーの下の部分がすごく好きです。大聖堂、大聖堂はカテドラールですね。ここはバジリック、また違います。あ、イベントよくやりますね、あのコンサートとかオペラとか。これ見てください、ゴリラの顔ですね。イタリアっぽいです。そうそう、マントンはカフェに入ってもね、オーナーさんがよくイタリア人だったり、イタリア語喋ったり、イタリアの新聞が置いてあったりしてて、あ、 YouTube に上げます、必ず最後にアーカイブ残して YouTube に上げますので。あ、ピーターメールね。でもピーターメールはプロヴァンスですが、こちらはコートダージュ。あ、綺麗な猫ちゃんがいた猫に惹かれちゃって進みましょう。おぉ、ちぼう、ボジョボミミ、ボジョボミミ、おぉ、え、ボジョ、にゃー、え、ボジョ、ちぼう、連れて帰りましょうか。すごい毛並みが綺麗だから飼われてますね、絶対。え、ボジョ、うちのね父が飼ってる猫にそっくりです。ミミっていう17歳のおじいちゃんになってますけど、すっごくね同じように優しい子で、毛が大変ですけどね。はい、オーバー、バイバイ、ミオイ、バイバイ、バイバイ。お腹すいた？バジリック、はい、バジリックはあまり聞かない、あのパリで有名な教会だとしたらバジリック、ジュサクレキャー、パリのサクレクールもバジリックなんですね、教会じゃなくて。憧れて、慣れてるにゃ、本当に慣れてるんですね。尻尾がすごいふわふわで。ああ、皆さんご親切に本当にありがとうございます。南仏と猫よくいますね。で、猫がいる町っていうのが人が住んでる町でないといないし、こういう旧市街だと車が通らないので、本当にね、自由にずっと出てる、出かけてるんですね。で、みんなマイクロチップしたりとかね、首したりしてて、寺院。寺院はカテドラルですかね。猫はフランス語で、シャって言います。スペルは CHAT、シャ。アンシャ。男性名詞です。サクレクールはバジリックです。はい。ここも好きなんですよ、なかなか。オレンジ色の壁とね、また赤いレンガの道。ないし、この時間帯だとみんな仕事したり、学校があったりしてますので、人がいないんですね、あんまり。
まあ、これからずっとこんな感じだと思いますよ。もう皆さん、付き合うのが木曜日の午後だから、静かで、映画が、動画が撮りやすいです、逆に。一人で日本語で喋ってもおかしくない。恥ずかしくない。で、そろそろ、教会に着きますね、バジリック。階段すごいですけど、こんなにね、高い段差でなく、登りやすいので。サリュー、ルプティシャキペッシャ。面白いニックネームですね。釣りをする小さな猫、レプチシャキペシで。あ、もう40分経ってるんですね。あっという間。本当に。で、ここの広場でよくね、イベントやってるでしょうけど、本当にここはもうイタリアにそっくりなんです。で、このバジリックは去年、一昨年改装されまして、すっごく綺麗になりました。これ上の方から海が見えるようになりましたね。で、こちらにも玉砂利でモザイクがありまして、やって開いてるかな。面白いですね、すごく。これも技術になってますね。海が綺麗。後でね、海の方まで行きますので、あ、てるかな。閉まってますね、教会。ちょっと入ってみますが、モザイクも素敵ね。玉砂利でできてて、リノベーションだったんですね、3月。そうそう、最近まで。あー、閉まってます。じゃあまた来ましょう。教会の中もご紹介したいので。イタリアですね、ここから見て。本当にで、旧市街の中に入ったらもう全然終わらない。もうずっとね、永遠に歩いてますので、海の方に戻りましょう。そうそう、海からの街みたい。そうします。ここも改装してますね。ここはちょっと汚くなってたから良かったです。今からもう降りるだけだから楽ちんです。あ、すごい囲まれてます。開いてるね。あー、かわいいボートが来てます。あー、街全体が嬉しい。ルプチシャキペシね。そうですね、ここからの写真がよく出てます。ここからの景色の写真がね、よく出て、さっきのマルシェより反対側、あ、ここ降りられなくなっちゃった。あらら、じゃあ別の道で行きます。この先がイタリアです。ありがとうございます。もう大丈夫ですね。ありがとうございます、皆さんご親切に。ここはね、すごくイタリアっぽい雰囲気なんですよ。こんにちは。ここから海の方に抜けられるので大丈夫です。面白い路地になりますし、ここはあまり皆さん歩かないでしょうね。あ、ニースのクリスマスね、マントンとか
クリスマスって言ってもとても暖かいんですよ。あんまりクリスマスらしくないんですが、逆に暖かくていいと思いますよ。パリとかロンドンはすっごく寒い冬、クリスマスですけど、こちらは涼しくて暖かくて過ごしやすいんですね。雪は降らないし。ここも木曽ですけど、2週間前のコティニャックよりは全然深くないです。国境の街です。はい、よかった、一緒に歩いてるって言われて。でここで抜けられると思いますが、すっごくね面白い道で、なんかこの前子供とねここ通ったらもうワクワクしちゃって、しかも名前がね、トラベルス・デ・ディアモン、ダイヤモンドの抜け道ダイヤモンドが見つけれればいいなって。で実はここはね、昔すごく大昔、海賊はここを使って渡って旧市街に入ってたんですね。でこちらは、ミストラルは全然ないです。ミストラルはプロヴァンスの方でね、ピーターメールのところで、こちらにはあんまりミストラルがなくて非常に気候が良くて、だからみんなが昔からここに住みたかったんですね。抜け道です。はい、トラベースですから渡る感じです。本当に横断するような感じです。ちょっとおじさんたちが来るのを待ちましょうね。ダイヤモンド運んでたでしょうね。まあダイヤモンドじゃなくても、この辺の商売はだいたいオリーブオイルとかお塩、オリーブ、ワイン、ブドウ、あとシリアルとか。ボンジュー、あ、笑いました、よかった。息が切れてる。おい、メッシノノ、電波が大丈夫ですかね。年末年始はね、どうでしょう。私はとっても好きでね、空いてて割とホテルとか飛行機が安くていいんだけど、皆さんからしてね、南仏のイメージって夏じゃないですか。泳いだりとか、みんな日焼けしたりとか。だから冬でもよろしければもう全然あったかくて過ごしやすいので、もう大歓迎ですね。本当にお待ちしてますって感じなんですが、南仏の一番代表的なイメージは夏なんですね。地元の人、はい、工事のおじさんだったんですね。なんか業者。サバ。あ、サバ、メッシー。エヴォ。コメスタイ。実はね、ここから見ると、この奥にある、この船より先の方にある崖がね、イタリアでございます。目の前がイタリアなんですね。ということで、来週のライブは、イタリアでやろうかなと思って、久しぶりに来てないし。ただだんだんねコロナの感染者が増えちゃって、イタリアにあんまり簡単に行けなくなっちゃうらしいから、なんか父とねすごいワクワクしちゃって、じゃあ行ってみようって言ってで来週うまくいったらライブはイタリアのマルシェから配信したいと思いますが、いかがですかね皆さん。まあフランスの方がお好きなんですが、イタリアのライブも良さそうじゃないですか。どうかしら。渡りますね。ここからの景色が綺麗なので。いいですか佐藤さん、イタリアのライブ。これでもう海に着きました。先ほどね、ビーチと反対側になりまして、東方面。あ、イタリア好き。皆さんもすごい大興奮。嬉しいです。はい。じゃあ来週は、うまくいけばイタリアからやりますね。でイタリアって言っても、このここから1キロ 1.5 キロ2キロぐらい先のところに国境があるから、もうすぐ近くの町で、まあ、先ほどヴァンティミリアっておっしゃった方がいらっしゃいますが、ヴァンティミリアのマルシェからやろうかなと思います。じゃあイタリアでやってみます。でもしダメだったら戻って、このマンドの近くにあるロックブルンヌっていうすごく可愛い村からやろうかなと思いますので、よかったらどちらか国境を無事に越えればお知らせしますが、越えれなければフランス南仏の小さな村からやりますね。あ、もう皆さん喜んでくれて
嬉しい。あっという間に行けます。そうそう、だってここから歩いて行けますよ、2キロ先なので。バンティミリア、レストランがね結構有名で、すっごい量が出てるんですけどね、バンティミリア。あ、横の景色ご紹介します。はいはい、この辺から写真を撮る方が多いので、この辺でお別れしようかなと思いまして、でこちらがビーチになりますが、まだまだねビーチに人がいます。まあ、日焼けしても今日日焼けはできないけど、でロックブルーヌの話なんですが、カップマルタンでなくヴィラージュの方ですね、あの村の方です。イタリアも行けたらいいですね本当に。でこちらはさっきと違いまして、ビーチが砂浜になります。で最近この辺のね、あの海岸線が綺麗になって、いろんなレストランとかが出来上がって、とっても気持ちよくなりました。あ、バンティミラのマルシェね、ケンジさんいいところですよね本当に。またマントンお連れさせてください。キヨコさんいつもありがとうございます。だんだん旧市街離れてきまして、フィガロらしくなりましたね。あ、マントンに行きたくなったら嬉しいですね本当に。すごくね可愛らしい街で、あ、アーカイブで残しますね、ありがとうございます。こちらこそ皆さんありがとうございました。そうそう、海からの眺めがね綺麗で、逆光になってるかなと思って心配してたが、大丈夫そうですね、良かったです。最後はいい眺め、ここが、あー綺麗ですね。もうちょっと離れて写真を撮ってね、後でアップします、ゆっくりと。もうちょっと離れようかな、本当はね海に降りて海の方でお別れしようと思ったけど、ちょっと時間が足りなさそうで間に合わないんです。この辺のビーチから本当に綺麗なんですね。あー、なんだ綺麗になりました。もしね間に合わなかった方がいればアーカイブで残しますので、よかったらご覧になってください。で本当にねここで分かりやすいんですけど、マントンの街がカラフルで、赤いお家、ピンク、オレンジ、黄色がすごく多くて、ちょっと逆光になってるんですね、お日様がここにあるから。朝は一番綺麗ですけどね結局。はい、またご案内させてください。まあ、人がいないからここでマスク外しても大丈夫ですね。ありがとうございました。今日も皆さん、今日はね日本から送ってもらったマスクしてました。いつもありがとうございます。じゃあ来週はうまくいけばイタリアからライブやります。ダメだったらダコをね、ダメだったらロックブルーヌからやりますので、でも必ず多分この時間が一番私もやりやすいし、皆さんにも見やすいかなと思いました。はい、マントン、メッシーボク、ありがとうございました。はい、じゃあ来週は、来週までにちょっとイタリア語勉強しようかな、喋れないのでじゃあいつもありがとうございます。アーカイブ残しますのでゆっくりとご覧になってください。で、ブロカントもやり始めたんですが、来週母とね2人で、ライブやろうと思いますので、フランス語も勉強になります。私は通訳してあげないといけないので、はい、じゃあいつもありがとうございます。皆さん頑張ってお元気で。アラスメンポシェン、メッシボクー、アファー。